クリスタル村上、はい、司法、はい、司法。2人はアメリカの有名人に会ったことはある？デブ・スペクター TV プロデューサー、うん、アメリカ、マテンロー・アントニー、うん、日本の有名人じゃないですか、うん、パク・マクロン。いやだから日本の有名人全部日本の有名人だよそれ。テスターは？いや僕はもうアメリカのホテルでハリウッドスターを見たよ。でも誰だ、うん、隣でご飯を食べてたプリズンブレイクっていう映画に出てた人が、でももしかして違うかもしれないから話しかけはしなかったね。司法はどうなんだ？そうね、うん、私はやっぱり世界のスーパースターはミキーマウスに会いたいわね。オーケーオーケーオーケー、イエスイエスイエス。ミッキーマウスじゃないけど。何？ I'm 武藤、うん、I'm justice。 会話しましょうよ。ジャスティス会話を。ミッキーマウス、うん、ミッキーマウスで来たんだから、うん、ジャスティス。ミッキー武藤ってことで、じゃあよろしくお願いします、うん、ミッキーの感じでもう一回いいですか？アクション。ミッキー会いたいね。でもね、いやいやー、ミッキー来ないかも。あれ、お、来た。ミッキー見たことない。全然違います、ごめんなさい、全然違いました。舞浜で会いましょう。ああ、もう来ないでください。マサベーション今回も米国株について皆さんに学んでもらいたいと思います。米国のさまざまなことについて教えてくれるのは第一生命経済研究所エコノミストの藤代さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回はマグニフィセントセブンとその中でも半導体メーカーの NVIDIA について教わりましたが、うん、今回は米国株の爆上がりお宝銘柄を名指しで教えていただけるんですね。佐田さん言えないんです、藤代さん。そういうのそんなね、お宝銘柄はね、なかなかちょっとわからないんですけども、はい、まあ、代わりに皆さんに少し魅力的なお話をしようと思います。魅力的な話、それでは、教えてください、はい、それは、米国 ETF です。米国 ETF？ アロハ。考えてきてんすか？いや、瞬発力です。瞬発力だからかじゃあ考えた方がいいですか？ETF っていうのは、まあ、何回か出てきましたけれども、はい、上場している投資信託のことです、うん、はい、で、まあ、一般的にはその S&P500 のような指数ですね、指数と連動するものを目指すものが多いです、うん、ETF と投資信託って何が違うんですか？分かってないわ。ETF っていうのは、まあ、上場しているので、まあ、株と同じですね、リアルタイムの値段で売買ができるものになります。一方投資信託っていうのは、まあ、1日1回しか値段がつかないものになりますので、まあ、だから極端に言うと今日買って今日売るっていうことはできないです。 ETF はできるけど投資信託はそれはできません。投資信託の方が種類が豊富ですね。 ETF は基本的にその株を集めて買ってくるんですけど、投資信託はそれが例えば債券だったりとか不動産だったり、そのゴールドだったり、そういったものもいろいろ混ぜ合わせてるものもあったりするので、まあ種類としては投資信託はそのいろんな種類っていうのがあると。私去年金買って、はい、で現物なんですけど、はい、その ETF でもいいんじゃないっていう人がいて、はい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 、それ金の ETF って何なんですか？2つあって、みんなが例えばその1億円 ETF を買いましたと、はい、じゃあ1億円分のお金を純金に変えて金庫に入っている、はい、でそれで ETF もあれば金に連動する債券に投資をするっていうものもあったりするので、あ、なるほど、よく言われてるのはその現物の金の方に投資する ETF の方がいいんじゃないっていうようなことを言ったりするんですが、ね、投資も ETF も両方ありますけども、こんなん持ったどのくらい現物持ってると嬉しいんですけど、やっぱりなくすリスクとか、例えば、うん、燃えたら溶けたりするじゃないですか。でも飲み物欲しいよテスタ君、延べ棒見たいな。ちょっと試しに1本買ってよ持ってないから、持ってきてよ。いや持ってないの、試しに買いなよ。じゃあ延べ棒ぐらいちょっと 2,3 本いい？なんで？ETF、前回の米国株編でも VTI や VOO、うんうんうん、VYM といったものは習いましたよね。
皆さん覚えてますか？なんか言ってたなって。なんだっけ？あれでしょ？バンガードトータルストックみたいなやつでしょ？そうです、大正解です。それがその VTI ですね。VTI、はい、バンガードトータルストック、はい、これ VTI ですね。まあ、どんなものかっていうと、そのアメリカ株全体を買ってるみたいな感じのイメージで持ってもらえれば、うん、S&P500 もナスダックもダウも全部っていうことです。もうアメリカ全体っていうふうに持ってもらえればいいです、うん、いいんですかこれは。藤代さん的にはどうぞ。いいと思いますやれるものになっちゃってください、ね、もう一つが VOO ですね。 VOO、はい、うん、これはもう S&P500 に連動するものになります。だからアメリカ全体にもっとこう絞って500銘柄に投資しているというふうな。でそこからさらに派生して、あの高配当に投資するものっていうのもあります、うん、で代表格としては VYM と SPYDというものになります。 VYM っていうのはアメリカ全体の中から高配当のものを400銘柄ぐらいピックアップして投資しているというものになります。何パーセントくらいとかってすぐには？3%ぐらいですかね今だと、はい、でも日本の個別株で 3% だと割と高い方だと思うんで、うん、まあ、それがもうこの ETF っていう形であるっていうのは、まあ、一つ魅力的なんじゃないかなと思います。あ、もっと欲しい感じはします一応 4% でこちら 4% で考えてるんで、はい、3% だとちょっと、はいはいはい、もう一つありますよね、はい、もう一つは SPYD ですね。 S&P500 の中から、うん、高配当のものを80銘柄ぐらいピックアップしているものになります。アメリカ全体からより絞った状態になっているので、まあ、こういった選択肢があるというようなことをご理解いただければと思います。なるほど。もうこういった指数に連動するタイプや高配当の ETF を狙っていけばいいっていうことなんでしょうか？ ETF って実はこれだけじゃないんです。ん、うん、お、何ですか？はい、それはレバレッジ型 ETF です。ん、レバレッジ型 ETF これはないんだ、ね、ないんだ、はい、ないですね。自発的に生まれたもの、はい、グルーヴがあっていい感じですねグルーヴがあって、はい、グルーヴが。元の値段よりも何倍かそのレバーがかかっているので、まあ、大きく動くというものですね。大きいものだと3倍ぐらいかかります。なのでもう自動的に信用取引のレバーがかかっているような。あ、かかってるんですか？かかってる状態になります。はい、なのでまあどういうふうなメリットデメリットがあるのかっていうところをちょっとご紹介したいと思います、うん、はい、メリットとしてですね、うん、まあ、そのレバレッジがかかっているので効率よく資産を増やせる可能性があるということですね。で逆はもちろん それにしかりなので、下がるときは損失も3倍になると、うん、まあ、アメリカの特徴として何かがなかったですよね、佐田さん。ストップ高とストップ安、はい、制限値幅がないんで、そっか、上がるときはめちゃくちゃ上がりますけども、下がるときは急降下と。めちゃ怖いな。1日でどのくらい最大で上がったり下がったりするんですか？株価指数が 2% ぐらい超えると大きく動いたなって感じ で、ね、で 3% 株価が上がった下がったってなると、まあ、かなり大きなニュースが入ってるはずなんですよね。だから 3% の3倍9%。そうですね。なるので、まあ年間に数えたことないですけど10以下だと思いますね。で実はそれ ETF にはちょっと違うタイプのものがあります。それがインバース型 ETF と。聞いたことないよ、インバース型 ETF。 逆とか反対っていう風な表現をしております、うんうんうん、まあ、指数が下がるとその持っている ETF の値段が上がるというものになるので、まあ、なのでそのこれから何かそのマーケットが下がりそうだという時に、まあ、その普通だったら株を持っていると損するわけじゃないですか。そういう時にその要は逆を行くんじゃないかということでインバース型の ETF を買うというふうな手段がマーケットの下落に対する対抗手段として、まあ、投資の手法としてあるということになります。なるほど、はい、レバレッジ型とインバース型と紹介したんですけども、基本的には短期決戦向きの投資になります、うん、なのでなんか長期で持つというよりかはこれから目先大きく動きそうと、まあ、上も下も動きそうというふうな展開の時に使う。その大きく動きそうな時って例えば金融政策決まる時とかは大きく動きますよね。 あと大統領選とかもそうかもしれない。大統領選とかはそうなんだ。だから
直近だと FOMC というか金利を決めるようなイベントとか、まあ、雇用統計だったりとか、CPI みたいな、なんかやったな、はい、覚えてますか、ちゃんと。これは本当に覚えてません。なんかやりましたね、そういや。じゃあ、ちゃんと繋がってるんですよ。本当ですね、繋がってるんですね。見てる人もちゃんと過去のやつも見てください。大事な要素、大事な要素みたいなのがありましたね、はい。あとは突発的にすごい大きな経済的な悪材料が出た時とか、はいはいはい、出た後にってこと。そう、やっぱりなんとかショックみたいなのが起きる時も別に1日でその全ての下げが終わるわけじゃないので、うん、まず初動でもうそうやってヘッジみたいなことをかけておくっていうのは、まあ、一つ、うん、覚えておいたら有効だよね。なるほど。なのでそのまあこういったレバレッジ型インバース型の ETF っていうの具体的にどんなものがあるのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います、はい。まずはですね、ディレクションデイリー S&P500 ブル3倍、ETF、むずいな、はい、すごい、はい、名前は何を言ってんのこれ。簡単に言うと S&P500 が上がったら3倍嬉しいっていう風に思ってもらえれば大丈夫。そう書いてほしいよね、はい、3倍上がったら嬉しいです。ちなみにじゃあ村上さん、はい、このブルってどういう意味か分かりますか。ブルブルブル、ど真ん中、うん、あ、ダーツちょっともっと50点。あ、なるほど、インドル50点。野田さんは何と思いますか。3倍3倍、ブルブルしてる。佐田さんの逆が寒いってことですか。佐田さんの逆、武藤佐田さんの逆。佐田さんはギャグやんないよ。ずっと金なんだから、人のせいにしてます、うん。ブルっていうのは強気のことですね、はい、なのでブルー型相場とかって強気相場のことを、上昇相場のことを言います。ちなみにブルっていうのは牛です、ね、あ、レッドブルの、はい、こう 牛の角が突き上げてる様子をブルというふうに言います。はい、チャートの形はすごく似ているんですけれども、確かに一緒に見える。実際にここの値段が全然違っていて、ここは多分60ぐらいの下で、これが、これで比べると113、2倍ぐらい上がってるんですけども、こっちが300でこっちが450なんで、上がり幅がやっぱり全然3倍型の方が大きいと、はい。これはどういう時に使うのが望ましいとかありますか。まあ、そうですね、やっぱりその強気のものに買う時なので、これから上がっていきそうとか今すごく強いっていう時に買うものですね。で、手元資金のいわゆる3倍使えるようなものなので、そういう風になります。次がベア型ですね、うん、これ今度はベアっていう言葉が出てきましたけど、村上さん分かりますか。ベア、弱気ってことですか。あ、弱気ってことです、弱気ってことです、はい。熊は全然弱気じゃないですよ ね、はい、そうですね。熊が弱気ではないですよ、ね、確かに牛と熊だったらね、熊の方が強そうですね。鹿、ね、はい、とかにしてくれた方がいい、はい、鹿、ね、熊がこういうはこう爪を振り下ろしている、この様子がそばを下げてるっていう意味で、いや同じのでやらないと、なんか角が下がってるでいかないと、もう言い訳わかんないですよ、ちょっと。ベアっていうのは要は逆にさっきのインバース型のものです、はい、なので下落時に利益が出るように設計されている商品になります、うん、はい、うん。で、まあ、他にもですね、個別株に連動する ETF というのもあります。アップルの 1.5 倍レバーがかかった ETF っていうのがあります、なのでアップル株を、持つよりもこの ETF を持ってる方が 1.5 倍嬉しいと、すごい上がったですね、へー、手早く儲けられるってことですよね。そうですね、まあ、手早く失いますよ、佐田さんが好きなやつだ。今までその指数ですとか個別株についてその ETF について説明してきましたけども、他にも注目すべき ETF というのがあります。債券型 ETF というふうに呼ばれるものになるんですけども、うん、この ETF を使うことで、まあ、同じ株のように気軽に売り買いできるものがまず、商品の特徴としてはあると言えますね。国債って何でしたっけ、簡単に言うと国の借金ですね、簡単に言うと。だから国債そのものにも値段がついているので、それがまあ上がり下がりするんですね、うん、なので、はい、仕組みと金利が下がると国債そのものの値段が上がるっていう、あ、もう少し踏み込んでことを言うと、
FRB が利下げをすると金利が下がる可能性が高いので上がる可能性が高くなる。債券自体が上がる可能性が高くなる、あの 5% ぐらいこう金利が上がってる時に、まあ、ETF はこれ債券の価格を反映するのでこれ逆に下がっちゃうんです。だから損失が出ちゃう。で、今年利下げが始まるというふうに今予想されてますので、なのでその予想に基づいて少しこう金利が下がって、債券価格が上がるっていうのがこの動きですね。でそもそもじゃあ FRB がどういう時に利下げをするのかっていうと、結構景気が悪くなりそうかもしれないっていう時に利下げをすることが多いんですね。だから景気が悪くなりそうな時って株価は結構下がる可能性もあるので、じゃあそういう時にこの国債金利に連動する ETF があると運用の幅が広がるっていうふうに、まあ、ご説明したと思います。株だと利下げしそうっていうその予想だけで株価が上がったりすると思うんですけれども、債券の場合はそういう織り込み済みだったみたいな、そういうことってないんですか？あ、難しいですね。言いづらい。言いづらいって言ってたもんな。さださ。立場上ってことですか？そうですよ。債券の方が本当のガチ勢しかやってないっていうこともよく指摘されますし、ただあのガチ勢とはいえみんな間違えてて、結構ガチ勢とか言葉使うんですね。意外に親しみがどんどん、まあ、なのでどっちがどっちとも言えませんけれども、国債ってその国全体の評価みたいな話になるんで、あの個別株の評価よりはばらつきは小さいですよね。まあ、だからばらつきが小さいってことは値動きも基本的には小さくなる。まあ、そういう説明で勘弁してください。佐田さんいいですか？はい、それで具体的に銘柄としてはそのiShares米国国債20年超というもので、まあ、ティッカーだと TLT というふうに呼ばれるものになります。まあ、そのアメリカの景気の状況とか金利の状況を見据えて、まあ、投資するのは一つ検討に入れてもらえればと思います。なるほど。テスタ君は国債の投資はしたりする？あれ寝てた。テスタ君寝てた。テスタ君もう10億円入っちゃってるからもうどうでもよくなっちゃってんじゃん。どうでもいいじゃない。いやなかった。国債やるんですかっていう話してるんです今。国債？はい。あのまだその自分の場合はそのいろんなパーセント、いろんな商品見るでしょ。はい。でもちろんそのヘッジとか思って、うんうん、まあ配当狙いこれだけとか何パーセントとかいろいろこう分けた方がいいなっていうのは分かるけど、でもやっぱりまだ今自分の資産的にはまだまだ日本株だけで全然この回せてるから、お金がもし余るとかなったらもうちょっとそういうの考えるかな。余ってない。いくらからのこと言ってんの余るって。いやーどうなんだろうね。でもうーん、300億ぐらいまでは別に全然日本市場でもいけると思うけどね。そうですか。本当にプロのファンドマネージャーが何人も集まって運用してるのを一人でやってるっていう、気味が悪いよね。じゃあ今日習ったこれらを新ニーサで買っておけば非課税で短期で利益を出すことができるかもっていうことですかね。ですね。ちょっと残念ながらですね、新ニーサでこのレバー型とかインバース型って買うことができないですよ。そうなんだ。やっぱりあくまでニーサっていうのはこれからコツコツ長期を見据えた投資っていうのがあるものなので、まあこういった短期決戦向きの ETF っていうのは対象外なので、まあうまく使い分けてですね、ニーサでまあその長期をするような ETF をする、でまあ短期でやるならこういうふうなレバー型とかインバース型をやってみるというのがいかがでしょうか。はい、はい、そうします。そしてアメリカの利下げ以外にもアメリカの株価の変動が起こる注目した方がいいものって他にもあるんでしょうか？あるんですか？あれさえ言ってくれた。ベルが鳴ってしまったのでこの話は次回やりましょう。やっぱりな。はい、じゃあね、藤尾さん帰りましょう。はい、へえ、志保。何？今日帰りにマクドナルズ寄らないかい？いいわよ。本当かい？やったぜ。おお、僕も志保マクドナルズに誘おうと思ったんだけど一足遅かったようだな。まあプライベートジェットでマクドナルドハワイワイキキ店に行こうと思うんだ。じゃあ僕は一人で行くよ。ごめん、やっぱりテスタと行くわ。バイ村上。
じゃあ行こうか、シホ。一回はなんかそんな喋り方じゃなかったじゃないか。シホ。ネクストエピソード。延べ棒争奪戦。2023年のトータル利益を聞いてないような。15億15億8億だった、ね、15億手に入ったってこと。なんかいつも勝ってない、ね、ウニ800円のことどう思ってんの。ウニ800円は手が出ないんですよ。手が出ない。出るよ。 Goodbye。 チャンネル登録高評価よろしくお願いします。Check. Don't miss it. Phew!